俺の名前は土田健二、都内に住む大学生だ。実は俺にはちょっとした秘密の趣味がある。おお、これはまた風情がある廃墟だな。それはズバリ日本各地にある廃墟を巡ることだ。俺が廃墟の魅力に取りつかれたのは小学生の時だった。おお、すっげえ。ここ俺たちの秘密基地にしようぜ。おお、ここが俺たちの隠れ家だ。家の近くに廃棄されたビルがあって、そこを友達と一緒に秘密基地に利用していたのだ。子供たちとはいえ不法侵入なので大人たちに禁じられてしまったが、俺は諦めないぞ。いつかもっとかっこいい秘密基地を見つけてやるんだ。あの時の誓いを俺はまだ忘れていないのだ。昔話はさておき、今回の廃墟はなかなかに趣がある。ネット情報だと放置されて数年ってことになってるけど、その割にはあまり荒れてないな。建物が鉄筋コンクリート造りなので、そう簡単には劣化しないということか。それにしてもこの廃墟は掘り出し物だ。この保存状態なら秘密基地として使えるかもしれない。もちろん勝手に使えば犯罪行為だという自覚はある。だがしかし俺は止まらない。バカは承知の上、あの日の誓いが可能ならその程度のリスクだと恐るるに足りん。夢のためなら幕臣あるのみだ。そうと決まれば手始めに建物をくまなく調べる必要がある。洗濯物が干せるような場所があればありがたいんだがな。そんなことを考えながら建物沿いを歩いていたその瞬間、うわっ、どういうことか。一気に体が地面へ沈み込んだのだ。奈落に落ちる感覚とともに一瞬で視界が黒く染まり、うるさいくらいにしていた虫の音もプツリと消え去った。一体何が起きているんだ。全身をドロドロとした何かに覆われた俺は、恐怖と空気欲しさに地上に出ようと必死にあがいた。なんとか顔を外へ出せたものの、俺の口は接着剤を塗られたように開かない。まとわりつく何かはどんどん粘りを増し、体の自由が効かなくなっていった。このままじゃ死ぬ。俺は無我夢中で手を伸ばした。何度も空を切った手に草の感触が伝わると、俺はそれにしがみついた。幸いなことに雑草のおかげで俺はなんとか沼から脱出することができた。覆っていた泥を吐き取って呼吸すれば、空気と共に入ってきたのは悪臭とひどく苦い砂利粒。必死になって足を動かすものの、溺れていた影響か体がひどく重い。それに加えて黒い泥がなぜかハードに固まり始めた。それでも歯を食いしばって歩みを進めていたのだが、体が痛い。突然皮膚がちぎれるような痛みで動けなくなった。誰かに助けを呼ぼうにも頼みの携帯は泥で絶望的だ。父ちゃん、母ちゃん、誰にも知られることなくここで死ぬのかと絶望していたその時、こんなことに警官が通りかかってくれたのだ。どうしたんだ君、大丈夫か。変な沼に落ちて。なんだって。警官は慌てて救急隊に通報してくれた。俺は病院へ担ぎ込まれたのだが、大変だったのはここからだった。なんてことだ、これはひどい。なんてことなの。連絡してくれた警官の話ではアスファルトの廃液の溜まり場に落ちたそうです。なんだと。そう、俺が落ちたのはアスファルトの材料である歴性を廃棄したプールだったのだ。病院に着いた頃には歴性はガチガチ固まってしまっていた。服が肌と同化してます。仕方がない、カッターで少しずつ削り取ろう。絶対に脱げないアスファルトの鎧ってわけだ。それから数時間、俺は全身の皮が剥がれるような激痛を味わった。痛い。我慢だ、ここで取り除かないと皮膚がんになるかもしれないんだ。全裸に向かれて股間までカミソリを走らされた。悪運の強いことに多少傷はついたものの、皮膚や健康に異常は見られなかった。お世話になりました。もうバカなことはしないようにな。先生に頭を下げて病院を去った俺を待っていたのは、お兄さん、今度はこっちに付き合ってくれるかな。な、命の恩人である警官だった。廃屋とはいえ他人の邸宅に無断で入ったということで、俺は軽犯罪法違反で過料を支払うことになった。そして親からこっぴどく叱られる羽目に、当分廃墟を巡るのは控えよう。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画も